熱帯博物館は、オランダの首都であるアムステルダムのリンネウス通りにバンチに、所在する、1864年に設立された人類学の博物館である。アムステルダムで最大の博物館の一つである、熱帯博物館は、近代そして伝統的な視覚的芸術と、写真作品双方を含む八つの常設展示と、いくつかの企画展に対応している。 熱帯博物館は、世界中の熱帯の文化の研究を講演する、財団であるオランダの王立熱帯研究所により、所有、運営されており、入館者は2009年には、約17万6千人であった。1926年のウィルヘルミナ城による、植民地研究所の開所式典博物館の、内装オランダの産業振興協会の初期館であった。 作家フレデリック・バン・エーデンの同盟の父が、ハールレムに1864年に植民地博物館を設立し、1871年には同博物館を一般に公開した。この博物館は、インドネシアのような海外の国々における、オランダの資産や居住民を紹介する目的で設けられた。一方、植民地研究所が1871年に、 植民地から得られる利益を増進するための研究を開始した。それには、コーヒー豆、糖製品、牢を生産する方法を改良する研究が含まれ、居住民の経済、しきたり、習慣に関する情報をもたらす民族学者の影響を受け続けてきた。1926年には、アムステルダム東部の現在の建物で開館した。 この当時でこの博物館は3万点の展示物と膨大な写真のコレクションを有していた。1945年のインドネシアの独立に伴い、この博物館の対象はオランダの植民地の自物のみの展示だけではなく、南米、アフリカアジアの多くの開発途上の植民地諸国にも向けられるようになった。1960年代から1970年代にかけて、 オランダの外務省は、この博物館に対し貧困や、飢餓のようなより多くの社会問題に視野を広げることを、奨励した。1970年代初期には、子供館が増設された。最近、熱帯博物館は、オランダ内外の文化に照準を合わせた、順常設展示を開始したところである。1926年に建てられた本館は、 JJ 版ニューケルケンと MA 版ニューケルケンによって設計されたもので豪華に装飾されたその建物は第一次世界大戦と度重なる労働者の企業によって完成までに11年も要してしまった。建物内のすべての装飾品は20世紀前半に作られたものである。2003年にはアムステルダムの歴史的建造物に指定された。 二輪馬車と魚車のクローブ製の模型この博物館は17万5千点の品物と15万点の写真、そしてその他の図、絵画、文書1万点を所蔵している。これらのうち1万5千点は民族美術館から承継されたものである。これらの収蔵品は、例えば東南アジア、南アジア、西アジア、北、アフリカサハライナンのアフリカラテンアメリカと、 カリブ海地域のような地域別のような多くのコレクションとして分類されている。また、中国、朝鮮、日本を含む対象の範囲外のいくつかのコレクションをも所蔵している。写真のコレクションは、主に1855年から1940年にかけてのオランダの旧植民地の歴史的写真からなる。この博物館は多量の写真をウィキメディアコモンズに対し、 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの形で開放している。熱帯博物館には芸能のコレクションも収集されている。5500点の楽器やその他の数々の仮面、操り人形のような芸能に関する物品も収蔵されている。主にインドネシアからもたらされた2万1000点の繊維、工芸品も特筆される。 子供館は双方向の展示が特筆され、1年に3万人の子供たちの絵が描かれる。熱帯博物館は、王立熱帯研究所の活動の中で最もわかりやすい部門である。植民地研究所と植民地博物館は1910年に合併し熱帯研究所となった。熱帯研究所は、人々の異文化への関心と、 異文化間の交流を推進することを目指す組織である。熱帯博物館は外国に対する展示とカタログの配布の事業も行っている。ありがとうございます。